皆さんスラマッパギ、最後のおじさんです。今回は前頭前皮質の働きと社会的認知のお話をしていきますその中でも心の理論と模倣それらに関わる前頭皮質の発達について扱っていきます心理学を学んでいるというと 独身術が使えるメンタリストとして扱われがちでなんだかなぁという経験をしがちかと思いますけれども実は心理学を学んでいるかいないかにかかわらず多くの人は日々独身術を使いながら暮らしています例えば地下鉄でスマートフォン版ゲームの動物の森で伊藤を釣ろうとしているとしましょう空いている席がなかったので立ったままです 地下鉄の速度が落ちて、近くに座る乗客が荷物をまとめ始めたのを見て、周りを見渡してみると、そのことに気づいたのは自分だけのようです。そこで周囲の注意を引かないようにさりげなくその席に近づいて、乗客が立ち上がった直後に素早く席に腰を滑り込ませます。こうして落ち着いて伊藤釣りに専念できるようになりました。さて、 地下鉄の席に座るというこの単純な行動を実行するために独身術を使いました心理学者はこの人の心を読むこの類の能力を心の理論と呼びます英語ではセオリー・オブ・マインドの頭文字を取って 2M と呼んだりもしますあるいは認知的共感メンタライジングといった名前もついています心の理論という認知能力は それが他者の心の状態欲求信念知識についての最良の推測で他者の心の状態は自分の心の状態とは異なるかもしれないという理解であるという意味で想定つまり理論にすぎません地下鉄の例でも見られる通り私たちはこの想定を利用して他者の動機を理解して彼らの行動を予測してそれによって自分の行動を修正します 私たちは心の理論を常に心の中で働かせています。無意識のうちに反射的に働かせていることも多いのです。心の理論の能力はサリーアン課題を代表とするご信念課題が用いて測定されます。この課題では参加者にサリーとアンという二人の人物が登場する寸劇を見せます。サリーはボールを一つ持っていて、 それを自分のカゴに入れて部屋を出ます。次にアンがサリーのカゴから自分のカゴにボールを移します。サリーが戻ってきたところで参加者に「アンはどの人ですか?」「サリーはどの人ですか?」「ボールはどこにありますか?」「サリーはボールがどこにあると思っていますか?」という質問をします。 大抵の人は特に苦労せずに反射的に相手の心を想定することができますし、こんなん分かって当然じゃないかと思いがちですし、認知機能は大抵そんなものなのですが、私たちは生まれつき心の理論を持ち合わせているわけではありません。子供がこの能力を示し始めるのは4歳前後です。心の理論が遊びの中に入ってくると、子供は普通、 人形やぬいぐるみに欲求や考えや知識を帰属させようするようになります。心の理論の能力が洗練されてくると、この能力を使って冗談を言ったりいたずらをし始めます。例えば、斜め後ろくらいから相手の後ろから肩をトントン叩き、振り向く前に反対側に身を隠して、あれ誰もいないぞ。 ないたずらがありますが相手の知識が自分の知識とは違うということを理解していなければできませんちなみにこのいたずらは猫にも効果があるそうです自閉症スペクトラム障害の子供にサリーアン課題をさせると「ボールはどこにありますか?」「サリーはボールがどこにあると思っていますか?」という質問に対して同じ答えを返します 自分の知識とサリーの知識との区別がつけられないからですちなみにサリーは部屋を出てからも鍵穴から室内を覗いていましたという条件を挿入しサリーがボールのありかを知っているかをアンが知っているかを尋ねる質問を加えるパターンもあります。 これは二次後信念課題といい、二次的信念の理解という信念についての信念を表彰する能力を測定する課題です。二次的信念の理解は、6歳から9歳の間に獲得されるとされています。さらにちなみにですが、3次になると、サリーがボールのありかを知っているかをアンが知っているかをサリーが知っているかという感じになります。 急に相当な頭脳戦に突入する感が否めませんが二次的信念の理解ができることは社会生活を営む上で重要です A さんは友達の B さんが C さんに好意を抱いていると思っており B さんは友達の A さんが C さんに好意を抱いていると思っているそのことを C さんが知っていることを A は気づいてしまいオメガがシータで Z に。 みたいなな展開は高度な推論能力の賜物です。二次的な心的状態の理解は話者の意図の理解には不可欠ですし嘘と冗談の区別などの認識にも関わってきますハイダーとジンメルが作成したアニメーションを見てみましょうこのアニメーションでは大きな四角形の枠の内外を大きな三角と小さな三角それに小さな丸が動き回ります このアニメーションはどのようなものか考えてみてください。 いかかがでしょうか図形が動いているだけなのですが多くの人はこのアニメーションの説明を求められると2つの三角と1つの丸にそれぞれの考えや気持ちを想定して互いの関係をを表す物語を語りでします。例えば小さな三角形は困っていて大きな三角は威張っていて丸は空想にふけっているみたいな感じです。 心の理論があると、こういったものに対しても意図などを感じるのです。心の理論課題と関係する脳領域が多くの研究によって検討されています。心の理論課題遂行時の脳活動を fmri で測定した。実験では両側の側頭頭頂接合部 t。p。j。 テンポーラルパリータルジャンクション、血前部、PC、プレキュネウス、内側前頭皮質、MPFC、メディアルフロンタルコルテックス、および右の上足頭膏、スーペリアテンポーラルサルカスが一貫して不活することが報告されています。これらの領域は、ハイダーとジンメルのアニメーションを見ているときにも不活します。 心の理論が持てる前提として他者と自己を区別し他者が意図を持って動作を行う行為者であるという概念がそもそも成立していなければなりませんこれらの概念と関係する脳活動にはミラーニューロンシステムの発見が関わっていると考えられます1990年代に行われたジャコモリ・ゾラッティらによる実験から始まりました リゾラッティーらは物を掴んだり操作したりすることに関連した脳領域を特定したいと考えマカクザルを対象として実験を行いました。彼らは顔や手の動きと関係することで知られる腹側運動前のの F5 のという領域に電極を刺し手で何かを掴む際のニューロン活動を単一細胞記録法で観察していました。偶然、 実験者が手で物を拾ったところそれを見ていた猿の腹側運動前のの F5 の,のニューロンが活動しましたいろいろな動作に対する反応を測定してみたところどうやらこのニューロンは行為と観察すするるが対応する際に活動ししていました。鏡のように他者の行為を観察者の脳内に表彰していることからミラーニューロンと名付けられるようになりました 鏡のように行為を反映するミラーニューロンは、下等調症用でも見つかっています。また、上速投降のニューロンは、自身の行為には活動しませんが、他者の行為を観察している際に活動するようです。上速投降、下等調症用、腹側運動前のは、解剖学的な結合関係があることから、ミラーニューロンシステムとして提案されています。 人を対象とした研究においてもミラーニューロンシステムに類似する脳活動が報告されています FMRI 研究からは手の動作を観察する際サルの腹側運動前のに相当するか前頭改弁外部ブロードマン44のが活動することが示されました 心の理論やミラーニューロンと関連する前頭前野の発達について見ていきましょうまずざっくりと脳全体の発達の話をします誕生時の脳はあらゆる器官の中で最も不完全でサイズは大人の脳の30%ほどしかありませんそして成長するにつれてサイズが大きくなるだけではなく内部の配線もすべて変化していきます そういういいわけで、脳の成長長には長い年月がかかります。生理的早産という動物学者のポルトマンが提唱した概念があります。これは人は大脳発達の影響により他の動物の出生状態と比べて1年程度早く身体的運動的に極めて無力な状態で生まれてくることを指します。 人の脳の重さは成人では約 1,400g ですが、生後 400g で、チンパンジーとほぼ同じ程度ですが、5歳頃までに 1,300g と成人の90%くらいの大きさに成長します。その後も20歳くらいまでゆっくりと成長し、増大していきます。誕生から20歳くらいに至るまで、内部の構造も劇的に変化します。 ニューロンを構成する樹状突起や軸索が活発に枝分かれし、複雑につながり、大量のシナプスが作られます。特に生後から一歳にかけては回路形成が激しく行われます。この作業は、脳代謝に負荷がかかり、エネルギー消耗が激しくなり、むしろ神経伝達の効率が低下するため、生後1年目から、 過剰だったり不要だったりするシナプスの刈り込みが行われ神経伝達の効率が向上するようになります生育環境や経験に応じてシナプス刈り込みが行われていくのです電話で例えると1歳くらいまで脳の状態はあらゆるところに電線が張り巡らされているようなものです あるタイ料理屋さんに電話注文しようとすると日本中のいろいろなお店やお宅に同時につながりパニックが起きるような感じです生後すぐの赤さんは左手を動かそうとすれば両手両足が動いてしまったり音から色を感じたりと共感覚が生じたりします これがシナプス刈り込みにより電線が整備されると、右手を動かしたいという指令には右手だけを動かせるようになったり、音から聴覚だけを捉えられるようになったりするのです。不要なニューロン同士の連結が減少し、ミエリン症によるミエリン化が進んでいきます。ミエリン症ができると、情報の伝達速度が飛躍的に上昇します。 シナプス刈り込みの時期は脳の部位によって異なり前頭用の開発室では他の部位よりも遅いという特徴があります人の基本動作に関与するミエリン化は後頭用から開始し徐々に前の肩へと進んで3歳頃までに完成します具体的には感覚の処理や動作などの基本的な機能を担う脳の最前部と最後部が最初に成熟します 続いて空間近くに関連する盗聴用最後に高度な機能感覚情報の統合や論理的思考その他高度な機能を司る前頭全部が成熟しますニチン・ゴグテイラは 4歳から21歳までの開白質と白質の発達的な変化を FMRI 解剖画像を取得することで検討しました13名の子どもを2年ごと10年間にわたりスキャンした結果白質の随小形成は後方から前方へとゆっくり進みつながりっていきました後方から前方にて最後にようやく前頭葉とつながりました 実際のところ10代後半の脳の完成度は80%くらいでつながりの弱い領域が20%も残されていたのです年を経ることに開発室の体積が減少していますがシナプス刈り込みとミエリン化によるものですギエットラは前頭用のシナプス刈り込み時期が最も遅く思春期頃から成人するまで継続していくことを示しています 前頭葉の発達は成人になってからも続き行動欲求感情の抑制に関与する肺外側前頭腺や DLPFC は20代前半に成熟に至ります一方で感情と報酬感を制御している大脳変縁系の発達はまだ前頭腺皮質が未熟な10歳頃に始まる思春期にホルモン量が増えて成熟が促されます 10代の若者では感情を司る大脳変縁系と衝動性行動を抑制する前頭前皮質の成熟が不均衡であるため激しい感情を抑えられなかったり高リスクな行動を抑制できなかったりする可能性がありますさらに心の理論と関わる領域も発達途上なため成人期と比べると他者の視点に立って物事を判断するのが困難な可能性があります 捉え方は様々ですが、情緒豊かで冒険心に溢れた時期であり、周りの目を気にしすぎずに行動できる貴重な時期とも言えるかもしれません。認知神経科学おじさんが大学生だった頃、パンクした自転車を直しに、何の情報も見ずに西の方のお店に行くという気候を取り、 結局40キロくらい移動したところ偶然自転車屋さんを見つけ修理できて歓喜した記憶がありますちなみに自宅から北へ300メートル行ったところに自転車屋さんがあったことに翌日知ったのでした昔は脳の成長は10代後半で終わり衰えるばかりと考えられていましたがまだまだ成長途上なのです今回扱いませんでしたが、 脳には性性という特性があります。これは脳の神経が損傷を受けた場合でも修復回復したり周囲の環境に合わせてシナプスの伝動効率変化する現象です。神経神聖とも言ったりもします。生涯を通じて脳は変化発達していきますので頭突きなど不用意にせず大事に扱い学んだり技能を身につけて豊かにしましょう。